モンシロチョウ、モンシロチョウ、モンシロチョウ、学名、パイアースラッパエは、チョ蝶目、臨死目、ョウ葉シロかョウ下に分類されるチョウの一種。畑などの身近な環境でよく見られるチョウである。比較的採取しやすいため、アゲハチョウの仲間や、カイコなどと並び、チョメ、目、ンシ目、昆虫の生態や、生活感を学習する教材としてもよく活用さる。 前脂の長さは3センチメートルほど。羽は白いが、前脂と後脂の前縁が海黒色で、さらに前脂の中央には、海黒色の斑点が二つある。和名はこの斑点を門に見立てたもの。また、春に発生する成虫は夏に発生する成虫よりも、白っぽい。オスとメスを比較すると、オスは、前脂の黒い部分が小さく、全体的に黄色っぽい。メスは、 全脂の黒い部分が多く、全脂の付け根が灰色をしている。なお、羽に紫外線を当てるとメスの羽が白く、オスの羽が黒く見えるため、オスメスの区別がよりはっきりする。紫外線は人間には見えないが、モンシロチョウには見えると考えられていて、モンシロチョウはこの色の違いで、オスメスの判別をしていると見られる。全世界の温帯、亜寒帯に広く分布する。 広い分布域の中で、いくつかの亜種に分かれており、そのうち日本に分布するのは、亜種、P、R クルーシベラとされている。幼虫の食草はキャベツ、アブラナ、ブロッコリーなどのアブラナ化植物なので、それらの農作物の栽培に伴って分布を広げてきた。日本のモンシロチョウは、奈良時代に大根の栽培と共に移入されたと考えられている。北米では、 1860年頃カナダのケベック州に移入され、現在では北はカナダアラスカ南部から南はメキシコ北まで分布する。分布池を広げるためか稀に大群を作って移動することがある。成虫は3月頃から10月頃まで長い期間に渡ってみられ、年に4から5回ほど発生するが、発生する時期や回数は地域によって異なる。 北海道の一部のように寒冷な地域では年に2回ほどしか発生しないが、温暖な地域では年に7回発生することもある。サナギで越冬する。孵化した時は自分の卵の殻を脱皮した時はその皮を食べる。モンシロチョウのオスはメスを見つけると追いかけて、交尾を行う。モンシロチョウを観察すると2匹、数匹が固まって飛んでいるのがよく見かけられるが、 これは一匹のメスを複数のオスが追いかけている場合が多い。メスが草花などに止まるとこれらのオスが交尾しようと近寄る。ただし、メスがすでに交尾済みの場合、メスは羽を開いて腹部を高く突き出し、交尾拒否姿勢をとる。交尾の終わったメスは、キャベツなどの油中植物にやってきて、葉の裏で腹部を曲げ、一個ずつ散乱する。卵は黄色で、 長さ1ミリメートルほどの瓶のような形をしている。卵は1週間ほどで孵化する。卵の殻を内側からかじって幼虫が姿を現すが、孵化したばかりの幼虫は黄色で短い毛が体の各所に生えており、青虫というより毛虫に近い。孵化した幼虫はしばらく卵の横で休息し、食事に移るが、最初の食べ物は歯ではなく自分の入っていた卵の殻である。 卵の殻は、タンパク質に富んでおり、最初の栄養分となる。葉を食べ始めた幼虫は、体色も緑色になり、青虫となる。深過後サナギになるまでの期間は、暖かい時期には、約2週間であり、その間に4回だ、微し、体長4センチメートルほどに成長する。サナギになる、直前の幼虫はせわしなく動き回り、サナギになるために適した場所を探す。 適した場所を見つけると壁面に糸の塊を履き、そこに上向きになって、ビブをくっつける。さらに頭部を背中側に反らせながら、胸部を固定する。糸の帯を履き、体を固定した後に脱皮して、サナギになる。越冬世代は数ヶ月ほどサナギのままで過ごすが、暖かい時期は一週間ほどでも浮かせる。浮かが近くなると、サナギは黄色っぽくなり、皮膚越しに、 成虫の模様が浮かぶ。浮かは大抵朝方に行われる。さなぎの頭部と胸部の境界付近から皮膚が割れて、成虫が顔を出し、さなぎの殻から生い出てくる。成虫は縮んだ羽に体液を送り込んで羽を伸ばし、体が乾くと飛び立つ。成虫の期間は2から3週間ほどで、この間に交尾、産卵を行う。モンシロチョウの幼虫は、緑色の体色が、 保護食になるとはいえ、蝶類や、アシナガバチなどに捕食される。油中農作物の葉を食べることから人間にとっては、害虫となり、駆除もされる。ただし近年では農薬への批判が高まり、農薬で駆除される割合は少なくなった。一部がかじられた野菜は無農薬野菜の目印として見られることもある。成虫の天敵は蝶類、カマキリ、トンボなどである。また、 幼虫に寄生する寄生蜂として、青虫小眉鉢、青虫侍ユバ鉢ともいう。学名が知られる。体長3ミリメートルほどの小さな黒い鉢で、モンシロチョウの幼虫に産卵する。孵化した蜂の幼虫は、半透明のうじ虫状で、モンシロチョウの幼虫の体内に入り込み、体の組織を食べて成長する。 成長した蜂の幼虫は一斉にモンシロチョウの幼虫の皮膚を食い破って外に姿を現し糸を吐いて黄色の眉を作ってさなぎになる。体内の組織を食い尽くされたモンシロチョウの幼虫は死んでしまう。このアオムシコマユバチは野生状態では半数以上のモンシロチョウの幼虫に寄生しており、モンシロチョウが増えすぎるのを抑える有力な要因となっている。 寄生媒としては、蚕のジバエや、ブランコやドリエなどがいる。これは、幼虫の食草に肺が散乱し、それを幼虫が食草と共に食べることによる寄生方法である。消化管に入った卵は孵化して、ウジとなり、徐々に幼虫の体を蝕んでゆく。ウジが、終わり霊幼虫になると、宿主の体を破って肺出て、蛹となる。 ウジが、終わり霊幼虫になった頃にはすでにモンシュロチョウの幼虫は、死んでおり、つつくと、ウジが体内でうごめいているのがわかる。アオムシコマイバチと違って、歯に散乱するので、モンシュロチョウの幼虫に飼育下で、野生の食草を与える限り、防ぎきれないものである。モンシュロチョウ族、パイアースのチョウは他にもいる。これらの食草は、ナズナや犬ガラシなどの野生のアブラナカ植物である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。